リフレイン形式は、主だった戦律の前にそれと同等か、それより長い前語りを持つ、楽曲形式のことであるが、定まった呼び名ではない。ルフラン、リフレインとも言う。カンツォーネと呼ばれる、イタリアの通俗的な歌曲や、トスティの芸術歌曲、シャンソン、ジャズ、バラード、ハンガリーのチャールダーシュ、日本の歌謡曲などに非常に多く見られる。また、 オペラなどのレチタティーボとアリア等の組み合わせも同様に考えることができるであろう。前語り的な前半部分と、主だった旋律の後半部分との呼び方は、楽曲のタイプや言語により、様々に呼ばれる。前半、後半を通して、何度か繰り返し演奏される。この時、前半は繰り返しごとに違う歌詞となる。後半は毎回同じ歌詞となるのが、本来のリフレインであるが、 繰り返しごとに違う歌詞となる曲も多い。詩にも用いられ、リフレインを特徴とする詩形には、ビラネル、ビルレー、セスティーナといったものがある。日本の歌謡曲に多く見られる、リフレイン形式は、次のようである。これを、反復記号を用いて書くと、次のようになる。ロマン派のイタリアオペラに見られる、カバティーナ・カバレッタ形式は、リフレイン形式の曲を2曲前後に続けたものと、 考えることができる。ありがとうございます。